はい、始まりました、ホスト一日密着ということで、はい、ホストの方がどんな一日を送っているのか聞いていきたいと思います。まず自己紹介よろしいでしょうか。はい、僕は絆のレンと言います。レン、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、レンさんがどんな一日を過ごしているのかグラフを出していただいてよろしいでしょうか。はい、はい、じゃん、こんな感じです。おお、かなりびっちり書いてありますね。じゃあ早速ちょっといろいろ聞いていきたいんですけども、まず朝の9時から、はい、レンさんの一日スタートするような感じですかね。そうですね、だいたい9時頃が一日のスタートです。なるほど。仮眠と準備って書いてあるんですけど、仮眠ってどれぐらい取るんですかね。まあこのグラフ通りですね、9時からだいたい自分の時間9時から始まって、はい、まあだいたい2部の営業が終わってから9時で、はい、でちょっと寝て、で10分、20分したら、はい、まあ、その気持ちをリフレッシュする意味での仮眠ということですね。ああ、なるほど、はい、なるほど。で仮眠して、まあ、朝準備を始めて髪の毛をセットしたりだとかですね。なるほどですね、わかりました。ちなみに、まあ、今ちらっと見えたんですけど、大学生という、大学ですね、学校に行きながら、そうです、絆さんで働いてると。はい、なるほどですね。でまあ、9時から11時の間で、まあ、仮眠と学校の準備をするということですかね。そうですね、あとは、まあ、シャンプー、シャワー浴びたり、 あとは髪の毛セットして、はい、あとは歯磨いたりだとか、まあ、一般的な準備を。ああ、なるほど、時間にしてますね。わかりました。そして、まあ、11時にお家を出られると。そうですね、大体それぐらいに。なるほど。で、まあ、通勤は今電車で行かれてるんですか。そうですね、徒歩とあと電車です。ああ、なるほど。ちなみに、まあ、電車で学校行かれて、大学ではどんな勉強をしてるんですかね。僕はブライダル系に進みたいと思ってるんで、はい、そのブライダルの、はい、将来の夢のために基盤を作って今勉強してますね。なるほど。かなりがっつり大学っていうスペースがあるんですけどまあ、お昼ぐらいから大体何時ぐらいまで学校にはいるんですか。大体5時とか6時ですね。ああ、なるほど。やっぱ日にもよるんですけど。ああ、そうですよね、はい、なるほど。でがっつり勉強して、はい、で19時から営業開始と。はい、そうです。なるほど。学校からお店までは大体どれぐらいで。電車も含めて全部で20分30分ぐらいですね。なるほどですね。はい、わかりました。そして、19時から営業が始まると、はい、ちなみにこの19時から営業始あのレンさんのホストとしてのお仕事が始まると思うんですけど、はい、なんて言うんですかね、そのホストとしてのヘアメイクとかだったり、はい、そういうのは通勤途中にやってくるんですか。はあれですね、もう一応この9時からその11時の準備の時間に、はい、一応その自分で。ああ、なるほど。そうですね、やっぱりこの部屋目の時間がどうしても大学の時間と被ってしまうので、はい、その大学の時間部屋目できない分、ここでちょっとあの自分でホストに見せた、まあ、まだまだなんですけど、はい、ヘアメイクだとかをして、あ、まあ、大学の時にスプレーとかでちょいちょい直す。ああ、なるほど、はい、感じになってます。じゃあ前もって朝にもうそうですね、ある程度のセットは完了してると、はい、なるほどです。わかりました。でちょっとお仕事中の話を聞いていきたいんですけども、まず19時からお仕事が始まって、一番忙しいのって何時ぐらいなんですか。忙しいのはですね、だいたい、まあ、9時を過ぎてくるとやっぱりお客様もどんどん入られてくるんで。あ、そうですね、9時以降、まあ、ラストに向けて。なるほど、ね、営業終了までがかなり忙しいと、はい。ちなみにレンさんって、まあ、ホストとして働き始めてどれぐらいなんですか。今2ヶ月目ぐらいですね。あ、なるほど、はい、入ってすぐの時ってその一番忙しい時間どんなお仕事をしてるんですか。入ってすぐの頃ってやっぱりいっぱい、僕もいっぱいいっぱいだったんで、はい、まあ、どういうっていう、まあ、詳しくは覚えてないんですけど、はい、やっぱりその先輩に言われたことだったり、はい、まあ、その店長だったり内勤さんに言われたことを、まあ、その時はしっかりと言われたことをしっかりと自分の中でやっていくっていう方法で、忙しいのはまあもうオールタイムでしたね。あ、なるほど。自分の中では慣れるまでは何でもかんでも忙しく感じますね。そうですよね。であれですよね、なんか世間一般的にというか、はい、ドラマとかでよくイメージがあるようなトイレ掃除とか、はいはいはい、食器を洗うとか、そういった作業もそのお忙しい時間とかやられたりするんですか。まあ、もちろんそのやらないことはないんですけど、はい、トイレ掃除だったり、はい、食器洗いだったりとかは手の空いた人が、はい、その手の空いてる時間にやるっていうのが基盤になってるんで、新人だから全部任されるっていうことはこのお店ではないですね。なるほど、なるほど、わかりました。いや、いいお店選ばれましたね本当にそう思います。ちなみにこう
その一番忙しい時間で、はい、これ結構きつかったなってありますか？特に印象的だったものって。特に忙しかったと。これはでもまだ僕の中で、はい、そういういっぱいいっぱいだったりとかあるんですけど、はい、この世界に入って、まあ、やってみたい仕事だったんで。ああ、ね、なるほど。別にいやいややったり誰かの紹介でも仕方なくとかじゃなかったので。ああなるほど、まあ、そのやってみてもうそのいろんな方とお話できてお酒も飲めて僕の中ではもう大変というよりはまあ楽しいというかワクワクという気持ちの方が大きいので。なるほど。今のところはまあないですね。まだそんなに。わかりました。そしてじゃあ営業後になりますね。はい、1時から2時の間、25時から26時の間は週例と。はい、そうですね。1時間びっちり修例を。1時間びっちりっていうわけではないですね。まあ、その日の、はい、を振り返って各自その反省の時間だったり、あその店の、まあ、この今日良かった点とか悪かった点だとかを、まあ、その内勤さんとか、まあ、各自で反省する時間なんで、うん、まあ、10分で終わる日もあれば、まあ、30分やる日もありますし。ああなるほど。あ、まあじゃあ大体の時間がそれぐらいって感じですね。ちょっと細かすぎるのもちょっとケチに見えるかなと。わかりました。そしてまあ、26時にお家に帰られると。そうですね、一度で、睡眠時間が今見えるとのだと大体4時間ぐらいですか？そうですね、まあその日によっては違いますけど大体それぐらいになってきますね。なるほど。で朝の5時に起きるって感じですか？まあ、ちょっと細かすぎて書けなかったんですけど、はい、まあ、大体仮眠を取って、まあ、4時半ぐらいに一度その、はい、2部の営業もしているので、はい、2部の時間帯の前に、まあ、お店に来て、まあ、軽く髪の毛とかもやりつつで5時から2部の営業が始まる感じですね。なるほどなるほど。2部っていうのは朝っていう意味なんですね。そうですね、5時からその10時の時間が2部の時間帯になります。なるほど。2部の時間だと、まあ、さっきも聞いたんですけどお忙しい時間ってどれぐらいになるんですか？2部の時間はですね、まだオープンしたてで、はい、その2部の時間もやっぱりバラバラなので一概には言えないんですけど大体6時から7時、8時ぐらいがピークになってきますね。なるほど。ちなみに、はい、レンさんが行う作業とかお仕事に関しては1部と何か違いはありますか？基本的にはやっぱり変わりはないんですけど、うんうん、どうでしょうね、1部よりは2部の方が、はい、やっぱりその1部と2部の色もあるので、あどっちかっていうとお客様とフランクに接してやっていくので、どっちかっていうと自分のスタイルが変わるかもしれませんね。あ、はい、あ仕事内容じゃなくその営業スタイルというか。そうですね。なるほど、わかりました。そしてまあ9時まで2部の営業されてまたそこから仮眠を取って準備して学校っていう1日がまた始まるっていう感じですね。はい、なるほど。結構ハードな1日ですね。いや今は僕は頑張るしかないと思ってるんで。なるほど、わ、はい、かりました。じゃあ今結構この動画を未経験の方が見てるんですけど。おー、そうなんですね。はい、なのでちょっと未経験の方に勇気を与えていただきたいんですけど、はい、一言いただいてよろしいですか？勇気を与える一言。はい、勇気ですか？まあ初めて2ヶ月ってことなんで。そうですね、未経験に近いかなと思いました。うん、まあ確かにそうですね。では私5秒してください。はい。そうですね、やっぱりその場所によってだと思うんですけど、まあ、若干うちの PR もありますけど、はい、やっぱいい人とか、まあ、かっこいい先輩だったり本気でやってる先輩とか多いんで、まあ、その世間一般で想像しているその夜のホストの仕事っていうイメージではないですね。なんでもしそのちょっとでも気になってるんだったら、まあ、体験入店とかもあるんでそういうところに行ってみてそのお店の雰囲気を知ってそれで自分に合ってるなって思ったらそのちょっとでもやってみることっていうのはやっぱりいいことだと思うんで頑張りましょう。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。